おお集まりの皆様大変お待たせいたたたししましたただいまより救済・事業戦略発表会を始めさせていただきます本日は救済株式会社代表取締役社長佐伯昇より皆様へご挨拶と今後の事業戦略について20分程度ご案内させていただく予定ですその後に質疑応答のお時間を設けております 質疑応答は、事前にいただいたご質問、会場のメディア様からのご質問、オンライン参加のメディア様からの順番で進めさせていただきます。オンライン参加のメディア様は、質疑応答までに Q&A 機能にて、媒体名とお名前、ご質問内容をお送りください。私、本日の司会進行を務めさせていただきます、田目沢博子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは早速ですが事業戦略について代表取締役社長佐伯昇から説明させていただきますそれではよろしくお願いいたします皆、えー、さんはじめまして。 えー、ただいまご紹介いただきました、えー、救済株式会社代表の佐伯と申します。えー、本日は、えー、救済株式会社、えー、ウェエイジング企業ナンバーワンの実現に向けた戦略、まあ、その発表会にご足労いただきまして、誠にありがとうございます、えー。社会の変化が加速し、また予測が不可能なあ出来事が、えー、多く起こる、えー、時代となっております。 そのため企業に求められる変化もですねどんどん変わっていっております。その中で救済がこれまで培ったですね資産を生かしながらまあどのような未来の戦長戦略を描くのか、そしてどのような企業活動でその戦略を実現に導くのかについて本日はお伝えしようと思っています。本日お伝えするのは次の三点になります。 1>, 1つ目にウェルエイジング市場への挑戦について、2つ目にコーポレートスローガンに基づく新ブランド CM について、そして最後にウェルエイジング企業ナンバーワンをどのように実現していくのかについて、この3つを皆様に救済の描く未来として本日お伝えし、今後に向けた期待を寄せていただければと考えております。それでは 1>, 1つ目のウェリーエイジング市場への挑戦についてまず今回の発表会に至った経緯からお話しさせていただこうと思います私たち救済は1965年創業いたしまして1982年からわれわれの事業の根幹であるケール青汁の製造販売を始めました今年9月で 40, 40周年を迎えております 私たちは人々の体と心の健康や健康寿命延伸に貢献すべく青汁だけでなくヘルスケアスキンケア医薬品など多岐にわたり事業範囲を広げてまいりました一方で社会では健康寿命の延伸のみならずクオリティオブ・ライフとどのように生きますかというのが着目されまあ,あの興味が高まっているのは事実でございます また一般的に年齢を重ねることをこう若干ネガティブに捉える傾向もあるのかなというふうに考えております我々はここに着目し年齢を重ねることを前向きに捉えて心豊かに生きる方法はないだろうかとその方法はないだろうかと考えましたそして行き着いたのがウェルエイジングという考え方です 救済の考えるウェルエイジングをすでに耳なじみのあるです、ね、言葉ウェルビーイングですとか、アンチエイジングとともに整理して、お伝えしていきたいと思います。まず、ウェルビーイングという言葉ですが、こちら、SDGs の浸透ですかね、まあ、それとともに耳にするようになった、まあ、広く言いますと、幸福とかです、ね、健康について、まあ、語られるときに使われる言葉だと。 ただ社会全体で幸せに生きることへの注目度がま高まっていることも背景として伺えるのかなというふうに考えています。そしてアンチエイジングという言葉ですがこちらは聞き馴染みのある方も多いのではないでしょうか。アンチエイジングは年齢を重ねることにアンチいわゆるこう抗うということですね。実年齢よりも若くは誰しもが抱く願望だと思いますけれども,もう最近ではありのままの自分を大切にしようと いう考え方も出てきているのが現状でございます。最後にウェルエイジングですが、こちらまだこう耳慣れない言葉なのかなと思います。まシンプルに上手に年齢を重ねるという意味合いですが、私たち救済はウェルエイジングを次のように定義しております。 救済はヘルスケア商品やスキンケア商品を取り,取り扱う企業の役割として体の健康、心の充実、まあ、2つのバランスを整えることで見た目にもその効果が現れてくると考えています年齢を重ねることを前向きに捉えて心豊かに生きることができるこのような年齢の重ね方をウェルエイジングと定義いたしました。えー ではここまでお話ししたウェルエイジングのまあ市場性について定義したいと思います2022年7月20代から70代男女600名を対象にエイジングに関する意識調査というのを行っていますいくつになっても体と体と心の健康が充実した状態に魅力を感じますかという質問については約45.3%の方が魅力を感じるとご回答いただいています その中でも、強く魅力を感じている人だけで見てもです、ね、ウェルエイジングに年間約13万3000円かけると、まあ、そういうお答えの結果も出ております。そう考えたときに、ウェルエイジングの市場は、まあ、だいたい約7400億円を超える市場規模になるというふうに考えております。これから新しい市場として、ポテンシャルがあると、まあ、非常に大きなポテンシャルがある市場だと、私たちは捉えています。 しかしですね、まだ顕在化した市場とは言えないと思っています。今後、その市場を想像して、牽引していくとで、商品、サービスはもちろん、まあ、お客様とのコミュニケーションも通じてですね、ウェレージング市場に救済は挑戦してまいります。2025年12月期に300億円超の売上を達成し、ウェレージング企業ナンバーワンとしてのポジションを獲得します。 2つ目に、コーポレートスローガンに基づく新ブランド CM です、ね、についてお話しさせていただきます。ウレージング市場への挑戦、ナンバーワン企業を目指していくために、重要な戦略の一つがブランディングだと考えています。救済はは年より新たなコーーーポレートスローガンをを掲げまますそれは人生初をいつまでも いくつになっても様々な体験でこうワクワクできる生き方を選んでいただきたいと、まあ、救済はその先までこう約束していきたいと考えております、まあ、年齢を重ねる中でこうできなくなったなとかですね、まあ、そういう,こう気づく瞬間が増えるとだんだん年を重ねることがこう億劫になってくる、まあ、そういう気持ちはまああのどなたにもです、ね、訪れる瞬間なのかなと思います しかしながら救済のお客様は、ですねお客あの弊社のお客様を拝見していると、ご自身の健康への意識が非常に高く、ですね年齢を問わず生き生きした方が多いと、何事にもチャレンジしてみようという方が多いというのが、ですねあの非常に気づかされている部分です。えー、自分自身の健康に目を向けて、まあ、大切にケアをしながら、いくつになってもさまざまな体験にワクワクできる、まあ、そういう日々を送っていただくこと。 それこそが、まあ、ウェルエイジングだとウェルエイジングな生き方だとこれが私たちが提供したい、えー、価値です、まあ、この思いをーコーポレートスローガンに込めて救済史上初めてのブランド CM を制作しました、えー、今日はその CM を皆様にいち早く、えー、ご紹介したいと思います、えー、救済の新たな決意をご覧ください well, いくつになっても人生を輝かせるのは人生初の体験だ救済はヘルスケアでスキンケアであなたの一歩を支え続ける人生初をいつまでもウェルエイジングカンパニー救済 ここからは人生初に挑戦された方のインタビュー動画になります動き始めたらその一つの目的に向かってすべて決まってるからそれが難しかったですこの普段日常会話で間を使ってないなって気づきがありました、ね、普段はそのは愛想笑いだったりとか相槌ちだったりとかで間を埋めるんですけどそれがもうごっそりなくなってるからそれがすごい面白いなと思いました お客さんとお話するのはとても楽しかったです <laughs> あの想像してたよりいろんなことに気を配らなきゃいけないからすごく大変だなっていうことが一番印象になりました始めるのが怖いって思ってもチャレンジしたら楽しいって思えるんだなって分かったのでまだこれから。 こう大変なことがあってもこう乗り越えていけるようにサレンジするのをやめないようにしたいなと思います皆さんならどんな人生初をご体験されたいですか今お三方のインタビューをご覧いただきましたが今回出演者に人生初として何をしたいですかと聞いてます まあそれを実際に体験してもらいその様子を撮影したのがえこのテレビ CM になります。まあだからこそまあ,まあ今回出演者のですね人生初を体験した瞬間の笑顔っていうのがですねえーテレビ CM の中に収めることができたとえ考えています。人生初の体験というのは何も大きなイベントではないと考えています。まあ大きなチャレンジでもありません。 例えば、えー、料理教室に通い出すとか、今日初めてこの場で、えー、出会う方との出会いというのも人生初ですと、でまたいつものこうランニングでも、ですね少しコースを変えた時の新しい景色との出会いとか、まあ、それだって人生初の体験といえるのかなというふうに思います。えーまあ、心と体が健康ならば、まあ、ちょっとした遊び心や好奇心で、毎日にワクワクがプラスされる、まあ、そう救済は考えています。 ここまままでは救済の思いいいいや新しししスローガンにつててお話ししてまいりましたでここからは提供していく商品やサービスで、売レージンん企業ナンバーをどのように実現していくのかについて具体的にお話しします。え救済は長年ヘルスケアや、ヘルスケアではこう青汁、えー、膝サポートコラーゲンと、まあ、スキンケアではコラリッチとかです、ね、単品でまあ通販と、単品での通販でお客様とのお付き合いをしてきました。 しかし、ウェルエイジングは、お客様それぞれ、ウェルエイジングをお客様それぞれ実現していただくためには、やはりそれだけでは十分ではないと考えています。まず、サービスを先にお話しします。先ほど、救済のお客様には、ですね自分自身の健康に目を向けて、大切にケアをして、ウェルエイジングな生き方をしている方が多いというお伝えをしました。まさに、この自分自身の健康に目を向けて、大切にケアすると。 いう部分を私たちは新しいサービスとして提供していくことを考えています。こちらをご覧ください。救済では好調性バランス、まあこれが健康を維持する上で非常に重要であることに着目しています。人々の体には好調性を中心にさまざまな器官が存在します。これらが互いに関係し合い、各器官がこうバランスを保つことで健康を維持する。 まあこういうい仕組みになっててると考えています例えば、腸内環境が乱れると、お肌にも悪影響を及ぼすとかですね、こういうお話は皆様も一度は耳にされたことがあるのではないかなと思います。このように、1箇所の機能が衰えていくと、関連する別の機関へも影響して、体全体がこう弱ってしまう、さらに残念なことに、各機関は加齢とともにやはり衰えていきます。 ですので、すのその状態を可視化していく、まあ、これがエイジングを理解する第一歩だと言えるのではないかなというふうに考えています。救済では、恒常性を軸として、各機関同士が連携する、これらのバランスをウェルエイジングの起点として捉え、ヒューマンダイヤモンドと名付けました。 このバランスはこう日々の食事や睡眠とかですね運動をはじめとする生活習慣が大きな影響を与えますまあ一人一人の異なる生活習慣の積み重ねをボディヒストリーを我々は呼びエイジングのスピードにこう差を生む要因だと考えましたまあこれまでも生活習慣の結果だけであればまあ皆様も健康診断の結果とかですねあのまあ確認をされたことがあるのかなと思います、えー 私たちはそこにエイジングのメカニズムを掛け合わせることで、お客様がより解像度の高い、自分に合った情報を取得できる、エイジングのペースをコントロールできるようなサービスを提供していけるのではないかと考えています。このエイジングに向き合う新サービス、これを実現するための第一歩として、コンソーシアムを構築して、サービス化に向けた協議をしていこうと考えています。 コンソーシアムを構成する企業は AI テック企業ですとか、ヘルステック企業、サイエンティフィックアドバイザー、まあ、こういうパートナーを考えております。まあ、今、私たちがイメージしているお客様体験について、まあ、簡単ですけれども、ご説明したいと思います。まず、若々しくいるためにどうすればよいのか、あるいはこう最近疲れやすくなったなと、どうしたら解消できるのかな、まあ、こういう加齢による衰え。 こう気になり始めるお客様の、えー、ところがまあ起点になると、でそこからこう検索いただいたりとか、このまさにプラットフォームにこうお越しいただくと、まあ、そこがスタートだと考えていますで。まずは測る、るまる日々の活動、食事、睡眠、運動などですね記録し、測定した内容がエイジングの AI スコアとして表示される、まあ、これが第一ステップ。そして、わかる。 自身のエイジングの状態を理解すること、まあ、これが第2ステップになります。最後に変わる。測定した内容に沿ったアドバイスによって日々のこう活動を改善していく、まあ、これが第3のステップになります。そのようにしてデータが蓄積され、まあ、お客様にそれぞれ合った提案がまあ可能になっていくとで。健康や医療という言葉とはまあ少し違いまして、測る、分かる、変わると。 このプロセスを体験いただくことで、体の健康を感じて、ですね心の充実にもつながると、でそれにより、その先の先ほども出ました人生初のアクションにもつながると、これがエイジングに向き合う新サービスのゴールと考えているところになります。続いて、プロダクトについていくつかお話しいたします。まず私たち 救済が大切にしてきた事業の根幹、まあ、いわゆる DNA ですね、えーまあ、これ、青汁なんですね、これについてご説明します。えー、皆さん、一口に青汁といっても、まあ、その種類、こう非常に多岐にわたるというのをご存知ですかねあの、大麦若葉とか、あし葉とかですね、まあ、こういうものがこう市場では多くは占めていますと、私たちが40年間こだわり続けているのは、原料はケールという緑黄色野菜ですね。でまあ 豊富な栄養素がありますと、このケールはまあ種類でいうと60種類以上の栄養素が含まれています。その栄養価の高さが認知されたケールというのはまあ健康はもちろん、えー、美容を目的に積極的に食べたいと、まあ、そういう野菜としてまあ注目され始めています。あのキヌアとかチアシードとかです、ねまあ、スーパーフードとしてこうブレイクした食材と同じくです、ねまあ、あのサプリをこう選ぶような感覚で、まあ、世界中で支持されている野菜だと。 いいうふうふに思っていますまたケールには、えー、ビタミンですとか食、えー、物が,植物がこう酸化から身を守るために蓄えるポリフェノールとかですね栄養素が豊富に含まれています。まあ、他の野菜と比べてもその差は歴然です。えー、栄,養栄養価が有名なこうトマトですねと比較してもビタミン C やこうベータカロテンは約5倍ぐらいあります。とても栄養が豊富です。その栄養素を丸ごと体に取り入れていただく これがきっとウェルエイジングにつながると私たちは信じていますで。そのためにこうケールを丸ごと粉砕し,青丸ごと粉砕した青汁、まあ、これにこだわり続けています。そんなケールを主原料とした従来のザケールシリーズがこちらです。まあ、青汁のシリーズとして粉末タイプですとか冷凍タイプ、で粒タイプとかさまざまなこう摂取方法がございます。 また青汁が苦手という方のためのこうマイルド風味ですとか、まあ、お子様でも飲みやすい蜂蜜配合タイプですねあとスッキリ感のための乳酸菌配合タイプとか、さまざまなシーンでこう楽しんでいただける、まあ、そういうラインナップをご用意しております。ですが、まあ、ご覧いただいたとおりです、ね、こちらのパッケージでは、青汁かどうかわからないよねという、まあ、経路ということが伝わってこないと。 まあ、そういうお客様からのご意見をいただくことも多くございました。そこで、私たちはケール青汁発売から40周年というタイミングを機に、このザケールシリーズをリブランディングさせるとまあ、そういうことを決めました。それがこちらです。まあ、ケール本来の魅力を感じていただけるよう、あのパッケージはシンプルにそしてまあ中心にこう自社農場で大切に育てたケールを載せてます。 まあピュアなケールの魅力を感じていただけるまあ新デザインへ、えー、刷新しております。またこちらの新デザインは、えー、ケールを花びにいけたお花のようにあしらってます。まあ自分の大切な人の体を持ったこう毎日のささやかな贈り物と、こうして皆様の健康にお役立ていただきたいという思いも込めております。でこれからはですね。 健康のための青汁としてではだけではなく内側からの内面からの美しさにつなげるためのライフスタイルアイテムなんじゃないかとそれを皆様の生活の中に取り入れていただくというのが救済が目指したいと考えている部分でございます今後はさまざまなシーンでケールを楽しんでいただけるそういうラインナップを揃えてまいりますケールは飲むだけではございませんまあ食べる なども視野に入れたザッケールシリーズを成長させてまいります、まあ、この成長こそがお客様のウェルエイジングの支援につながると我々は考えていますまた既存ブランドのリニューアルだけでなくウェルエイジングの考え方の下で新しいブランドの立ち上げも行ってまいりますウェルエイジングはまあ若年層から世代を問わず取り入れていただきたい考え方と思っています しかし、現在の弊社の商品ラインナップでは手に取っていただけるものがやっぱり十分ではございません。そこで私たちはお客様のご要望だったりとか疑問、まあ、それにお答えし続けるブランドなんだと、まあ、そういう思いを込めて、クエスチョンアンサーというワードに込めて新ブランドを立ち上げます。ブランド名は10月1日発売ですすキ、えーまあ、をアップデートする おテーマに世代をを問わず好奇心を刺激するビューティーブランドでありたいと考えております。これから商品企画からお客様と一緒に行うと、われわれはそれを競争型ブランドと名付けますけれども、お客様と一緒にですねブランドを成長させて、常にトレンドを取り込んで、商品を拡充していくと、これが一つ考えている部分でございます。 それでは最後に本日の発表内容をままとめさせていただきます、えー、ウェルエイジングという概念を軸に新しい市場への挑戦を行います。で測る、わかる、変わる、まあ、これをテーマにしたエイジングに向き合う新サービスも展開を検討していくそして新しい商品と青汁のリニューアル、まあ、これについて本日はご紹介してまいりました。 私たちはこれらをもとにですね成長していきたいと考えております本日はありがとうございましたご清聴ありがとうございました佐伯社長ありがとうございましたここからはメディアの皆様からの質疑応答のお時間とさせていただきますまず事前にいただいているご質問からお答えさせていただき続いて本日ご来場のメディアの皆様から ご質問になる方は挙手をいただき媒体名お名前をおっしゃっていただいた後ご質問をお願いいたします最後にオンラインでご参加の方からご質問を受けさせていただきますオンラインにてご参加のメディアの皆様は Q&A 機能にて媒体名とお名前ご質問内容をお送りください本日の発表会に関してのみの質問とさせていただき確認ができましたら 救済広報部より代読させていただきますまたご質問に対して各事業部の担当者3名が回答をサポートさせていただきますそれではここからの質疑応答は救済黒岩に進行をバトンタッチいたしますここからは私にて進めさせていただきます 改めまして私、私救済株式会社マーケットマーケティング統括部ブランドメディア戦略部広報の担当をしております黒岩と申します。よろしくお願いいたします。それでは初めに事前質問から参りたいと思います。事前にいただいている質問から2点ほど選ばせていただいております。では質問の方を私から代読をさせていただきます。ベルエイジング市場に挑戦するのはなぜですかというご質問をいただいております。 さんお答えをお願いいたします、えーまあ、本日の、あのー、このスピーチの中にも入ってましたけれども、あのー、お客様のやっぱりこう考え方であったりとか、えー、やっぱそれが変わってきてるというのが実際ございます、あのー、健康寿命をこう延伸していくんだっていうやっぱり側面だけじゃないと思うんですね先ほど申しましたようにあの、えー、クオリティオブライフとどのようにいきますかっていう部分っていうのが 非常にこう着目されて、まああの、そういうのをこうお感じになるお客様が増えているというふうに思っていますで、それにやっぱり応えていく、我々あの救済というのはお客様起点で勝負するんだというのをあの、私もこの会社に来てからずっと言い続けてますけれども、やっぱりそこがまず時代の背景としてあるし、まあ、そこに勝機があるというふうに思っています。 でもう一つは、やはりこう単品通販だけでお客様の満足度を上げられる時代じゃないんだというふうにあの私の経験からも非常に感じている部分でございます。なので、まあ、商品はもちろんなんですけどもそれに付随するサービスであったりとか情報であったりとか、まあ、あるいは先ほどの新サービスのようなですねこウェルエイ,こエイジングを可視化していくような部分も含めてエイジングを可視化していくような部分も含めてやはりこうお客様のこうワントゥーワンでお答えしていけるような。 そういうサービスあのビジネスを展開していくというのが目指したい部分であるというふうに考えたのが大きな理由かと思いますはいありがとうございますでは続きまして事前にいただいている質問からもう一点ご紹介をさせていただきますウェルエイジングを体現するために独自価値として救済が捉えているものがあれば教えてくださいということですご回答をお願いいたします ブレイジングを体現していく上での独自価値、えー、やはり今日お話しした人生初をいつまでも多分これが独自価値だと思いますで我々そのエイジングを見ていくときにあのやはり体と心の健康であったり充実がやっぱりこう満たされるとやっぱり人っていうのは何かこう次の自分の挑戦にこう向かいたいとでそれは人生初のやっぱりチャレンジがあったりとか まあ人生初のこうささやかなこう自分の中の,この喜びとかですねやっぱそういうのにつなげていくんだろうなとこれをあのもちろんウェルエイジングという視点で商品サービスでご提供していくんですけれども人生初のところまで踏み込んでやはりご支援していくっていうのはこれ救済でしかできないんじゃないかなと私は思っていいますはい、ありがとうございますでは事前の質問についてはこちらまでとさせていただきます。 続きまして本日ご来場のメディア様からのご質問に移りたいと思います。メディア様の中からご質問がある方、挙手にてお知らせいただければと思います。お願いいたします。通販新聞佐藤と申します。えー、本日あの丁寧な説明ありがとうございました。 えっと3点伺いたいんですけどもあのまずあのサービスいろいろ可視化するというものですねあのサービスは大体どのぐらいに開始を予定されているのかというのとまああのそこを中心に向けてまあその例えばテクノロジーの部分でどのぐらいの投資額とかっていうのを予定されているかっていう2点えっとそれとですねあの新ブランドについてなんですけども あの競争型っていう話されてたんですけど、具体的に言うと、こう。どういうふうに、この商品に、お客さんの声を生かすっていうことを考えているのかって、もうちょっと詳しく伺えればと思いますあ。あ、えー、ご質問ありがとうございます。いいですか。答えて。あの、まず一つ、えー、測定サービスと、まあ、にか、あの、エイジングの測定サービスに関してはですね。あの、今考えているのは、えー、来年。 何かこうテストマーケット的な形で POC を回せる状況に持っていきたいなというのが一つございますそのタイミングでまたあの皆様にご説明する機会ができればなとも思ってますけれどもでそこに対して今コンソーシアムとお話ししたのはやはり弊社だけだとやりできない部分というのがございますとあの当然ながらこれ一つサービスとしてアルゴリズムの開発なんかもしていかなくてはいけないですしあの 我々のその先ほどのヒューマンダイヤモンドという視点から、やはりエイジングの測定をするとなると、かなり包括的にあの学術的なアドバイスも含めてですね、お客様にリコメンドをしていくという部分が出てくると思います。で、これはあのパートナーの方々と今協議を開始してまして、まずその時間軸でまずやれないかと、でその上でおそらくどういう顧客体験がお客様に提供できるかな、でどういうま我々 バリュープロポジションという言い方もしますけど、価値の提供ができるのかなというのが出てくるのかなと、それが結果としてあのどういうビジネスモデルになるのかなというのが答えとしてできるんだろうと思ってますと、その時にどこまでそのまあパートナーの方も含めてですけれども、投資も含めて考えるのかというのを検討していこうと思ってます。なので、今申し訳ございません、どのぐらいのスケールのものが今投資できますかというのは、ちょっとお答えでいかねます。ただあの 結構、救済は本気で勝負しますというのがお答えです。で、あの新ブランドですね、キュエッタの方なんですけれども、競争型とお伝えしたのは、あのも私も救済来てからですね、まあ、お客様来てで全部考えると、商品開発も含めてですねで、商品開発のプロセスなんかも見直してますと。で、我々、社内ですね入ったときにこう、えー、マーケットインテリジェンス、いわゆるこう市場の お客様のパネルを作って、まあ、そこに商品のコンセプトだったりとかあの我々の考えてる方向性が正しいのかあるいはこの商品の需要性どうなんだろうというのを放り込んでいくという、まあ、こういう舞台も立ち上げたりとか顧客のパネルを作ってるんですねでそれはなぜかというとあの私みたいな社長がこうするんだじゃないんですねそこに聞いた時にお客様がこれだと商品を我々は開発する。 そのプロセス全部見直しましまたとで。今回、このキューエッターも一つ関連してましてでその時にあに救済アドバイザーズというのも立ち上げようとで今、どうだろう1400人ぐらいになっていますけれども、まあこれも今、拡大していっていますとでそこのお客様と、えー、弊社の商品開発の担当者がまさに今日来ていますけれども、まさに膝詰めで商品開発をしていく。 でお客様はやっぱりこういう商品が欲しいんだよねというのを直に商品のまあコンセプトであったりとかプロセスの中に組み込んでいただくとそれをこう実際、多忙を体現していこうとあまりなんかこうお客様の調査とかデプスをやりますとか、まあ、それだけじゃなくて一歩踏み込んでやっていこうというのがわれわれが考えている競争型です共に作り上げていくとちょっっとお答えになってますかねよろしいでしょうか。はい ありがとうございます。それではその他にメディア様の中からご質問がある方いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。お願いいたします。食品新聞の上武です。本日はどうもありがとうございます。ますえっと新しいコマーシャルについてですねお聞きしたいんですけれども、えー、若い方が出演されてたんですけれども、えー、この起用の理由だったりとか、あとは えー、今後、ですね、えー、若年層を顧客として取り込む、えー、そのあたりの重要性について、ですねお考えをお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうかありがとうございますあの。ウェルエイジングというのは、何もこう、えー、高齢層の方、50代とか60代、70代の方が意識し始めるものじゃないというふうに、われわれは捉えていますと。であの そのウェルエイジング、カレーを意識し出す、要するに心と体の充実が必要だなと、まあ、そうすると何が次、挑戦できるかもしれないなというのは、まあ、実は20代、30代からも始まってます、でここの意識の20、あの若年層の意識の高さっていうのは実は調査でもわれわれ見ています。で例えば青汁一つ取っても、ですねあの青汁の摂取量って実は20代、30代、ものすごい伸びてるんですね、今、調査をしますと。やっぱりそこのこう健康意識みたいなところも非常に高まっていると。 なので、わた我々はウェルエイジングというのは、えー、40代、50代が何かを気き始めるものではなくて、もう20代、30代から始まっている、そこでのやっぱりこう取り込み方だったりとか、意識の変え方みたいなのが、ひいては40代、50代にもこう影響を及ぼすと、そのご自身の方のですね、なので、我々はウェルエイジングというのを若年層でもご体験いただくし、当然、な人生初にあの、若い方だったらいろんな挑戦も。 チャンスも多いのでやっぱりお考えになるだろうというふうに捉えてます若年層の、まあ、今回スキンケアあの、まあ、我,々我々ビューティーブランドとしてキュエッタを立ち上げますけれどもあの当然なウェルエイジングに対するこう捉え方ってやっぱり違,違うんですね我々、まあ、私も48ですけど腰が痛くなったらとか膝が痛いなみたいなところから始まる要するに何かを治したいなって始まりますけど若年層の方っていうのはですねあの 要するにもうアップデートしたいと、自分をですね、もう自分はかなり満たされてるんですけど、まあ、それを一段アップデートするための、例えばトレンドだったりとか、あのスキンケアの商品とかってどういうのがあるんだろうと、でそれがこうインフルエンザとか含めて、ですねやっぱり自分のものと合致すると、あこれ自分のアップデートになると、さらにこう美しくなれると、やっぱそこからスタートするという、このウェルエージングの考え方の近いでは一部ございますけど、あの我々はそれがあのウェルエージングという、 括りの中定義の中でお客様に価値をご提供できるんじゃないかっていうのを考えてます。なので今回の今後まあ若年層向けの商品も増やしますし、あの先ほどのようにこう青汁が若年層が飲みやすい手に取りやすい、まあそういう商品開発シリーズなんかも考えていくべきなのかなというふうに思ってます。答えになってますか。はい斉木さんありがとうございました。 それではオンラインのあのご参加の方からもご質問をいただいておりますので、私の方で代読をさせていただきます。主に新サービスのところ数点あのいただいているんですけれども、一点だけごそうご紹介をさせていただきます。新サービスですが、はかる、変わる、わかる。 という新サービスをご検討中というところですがヒューマンダイヤモンドの各項目をスコアリングして評価しパーソナルなアドバイスをお客様に提案するといった内容ということでしたが EC に来訪したお客様にご購入画面でアンケートを取るようなイメージなんでしょうかインフォマーシャルなどオフライン広告から購入したお客様の情報はどのように取得することをご検討されていますか。 とというところでででですすすご回答お願いできますでしょうかそうかそねあのこれはあの測定サービスというプラットフォームは何もこう EC プラットフォームを作るっていうのを考えてませんというのはお客様に対するこうリコメンドドリコメンドはやはり商品だけではないと思っていますとやりサービスもあるしまあこういう生活改善をされたらばこういう人生初の挑戦ができますよと、まあ、そういうところまでご支援するプラットフォームだと考えています。なのであのであ ここはまだいろいろ検討していかなきゃいけない部分なんですけども何もこう今の EC サイトとの,の中でそれを展開しようというのは考えていませんと。で、もう一歩言うのであれば、あのインフォまあ、弊社インフォーマーシャルは非常に強い会社なんですけどもお客様のカスタマージャーニーというのが非常に最近やっぱり買い方が変わってきているというのが非常に感じているところですと。で、その時にあの EC に行ってもインフォーマーシャルに行ってもあるいはこのプラットフォームに来ても 常にそのウェルエイジングを体現するのは、やっぱり救済のこのチャンネルに行かなきゃいけない、やっぱそういう設計をしたいんですね、そういうどこのチャンネルに行っても同じウェルエイジングとしての顧客体験ができる、そういうチャンネルを作っていくというのがやはり理想だと思ってます。なので、一人のお客様にいろんなチャンネル、マルチチャンネル、マルチプロダクトを通して、お客様の新しいカスタマージャーニーを作っていきますというのが一つ今、考えていると。 はい、ありがとうございます。ご質問の最高の方でございました、インフォマーシャルなどオフライン広告から購入したお客様の情報はどのように取得することを検討していますかというところですが、新サービスにおいては検討中という意味でよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。ではその他も質問多数いただいておりましたが、お時間となりましたのでこれにて、えー、質疑応答の時間は終了させていただきたいと思います。あのもし 個別でご質問等々ございましたら、個別の取材等も受けたまること可能ですので、お声掛けいただければと思います。では私からは質疑応答の時間、これにて終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは社役社長、どうぞご講談ください。 以上をもちまして、救済事業戦略発表会は終了となります。こちらにてオンライン配信は終了とさせていただきます。本日お忙しい中、誠にありがとうございました。